久保さん、年収90万で東京ハッピーライフにしましょうか。タイトル <laughs>。これね、一1百 10, 100、万、十万。これ中田さん100、100万回回してんじゃないかな。100万回ぐらい回してると思いますこれ年収90万。年収、 結構回してると思うんですけどね。回してないか。はい、まあ何が言いたいかっていうと、本を書かなくても本紹介して稼げるっていうね <laughs>、うん。まあ突破口は本当にいっぱいありますよね。うんだから本当に、多分、突破口はあるんだけど、その突破口のやり方を学んでなければ突破できないでしょうね。で、その、その、<laughs> 学ん、勉強するのが難しいかもしれないですね、最初は。僕も難しかったですから。久保さんも最初からネットビジネスの構造とか全部、アフリエイトとかも理解できなかったと思うんですよ。でも結局やりまくったら簡単になったっていうね。だから今、僕がかん、今も僕簡単なんですけど、簡単と言えるまでやったっていう、ただそれだけです。<laughs> うん、まあ、あの、簡単ですね。 でも昔は難しかったです。知識がなかったから、分かんなかったから。でも今は知識もあるし、えー、めちゃめちゃやったから、もうあの月収100万の稼ぎ方、分かるし、できるし、簡単にできるし。<laughs> でも多くの人は勉強してないし、やらないから簡単じゃないっていう、難しいままですよね。それだけかなと思いますね。であとはやっぱ、大学受験と比べて、やって、うん、僕ねあの、まあその、どれだけ勉強して、どれだけやるか。 によって変わりますけども、うん、大学受験の東大に入るよりかは確率は高いと思いますね。うん。だってやれば大体結果出ますから。でもその、なんだろうな、やっぱり、そのやったり、その勉強したとやったのの、やっぱ、量が少ないんじゃないかなと思いますね。うん、でもその量をこなしていく、勉強する、 まあ、ソフトバンクの孫正義さんも、俺以上勉強したいやついねっつって言い切ってましたからね。絶対いない。物理的に無理だ。俺以上勉強したいやついねみたいに言ってましたけど、なんだろうな。まあ、死ぬほど勉強して、死ぬほどやれば、まあ、お金は簡単に稼げると思います。うーん。でも死ぬほど勉強して、死ぬほど実験しても、新しい、なんだ、薬品を作れるかどうかわかんないですね。うーん。 だ公式でしかないんで、ネットビジネスというか、売り上げの公式ってもう出てるじゃないですか。客数かける客単じゃないですか。だからどれぐらいその集客できるのか、そしてそこに対してどれぐらい客単のものを売れるのかってただそれだけの話なんで、それ以上ないですよ。まああとリピート率ありますけど、まあそれが、それ以上、それ以下でもないし、もうそれしかないので、あとはそれをどういうふうに勉強して、どうやって集客していくのか、どうやって売っていくのか、 で、客単どれぐらいにするのかっていう。商品単価ですよね。商品単価どうするのかっていう。それだけしかないじゃないですか。うーん。だからやっぱね、勉強してないんですよ、そもそも。思うんですけど。まあみんなもやっぱ勉強嫌いだと思うんですよ。僕も勉強好きじゃないし。でも、やり方勉強しなかったらやれないですよ。<laughs> うーん。 久保さんヨット運転できますいきなり。僕無理ですね。勉強しないと <laughs>。そもそもヨット、どうやって運転するんですかねあれよ。ヨットじゃなくて、あ、そう、なんだ。うん。他に何か乗り物ありますっけうん。まあまあなん、まあなんでもいいんですけど、やり方わかんないと、まあ無理だよって話したんで。<laughs> まあシンプルですよね。うん。 だそれを、あの、僕は教えてますし、久保さんも教えてるし、うん。だから別に久保さんと僕からならなくても、自分で学習しようと思えばできるだろうし、うん。だからね、まあ実習じゃないですか。うん。なんかその、やっぱその、おし、まあそのお金払ってね、教えてもらえれば、それは先生いるんだけども、お金払いたくないんだったら、どれだけ自分で実習できるか。 先生がいなくても、学校の教室でね、先生が今日、今日は実習ですみたいなね。ウェイみたいなね。みんな勉強したくないじゃないですか。だからウェイですよね。だからそこで、ウェイってなってる間、あなたは勉強できるタイプですかタイプというか、勉強しますかっていう。だから僕はウェイってタイプでしたよね。ウェイってタイプだけど、なんで勉強したのかっていうと、人生に必要だと思ったからです。人生になぜ必要だと思ったかっていうと、人生を生き,生きるために金が必要だからです。<laughs> 人生を生きるためにかお金が必要じゃないですか家賃かかってません携帯代かかってません水道代かかってません蛇口ひねったら金かかるし水道、あ、ガスお湯お湯を沸かすのに金かかるし。だ <laughs> かこ当たり前のことなんですけど。うん、別にね、無人と言ってもらえればいいんですよ。お金が必要ないんだったら。 うん、自分で、あの、魚取って、取ったぞーっつってやってね。なんか自分で火炊いて、なんかこう、なんかわかんないですけど、こうやってね、炊いて、なんか食うとかね。それを一生やればね、お金なくてもなんとかいけるかもしれないですね。うん。じゃあ病気にかかったらどうするんですか無人島で病気にかかってどうします <laughs> <laughs> 病院ただじゃないですよ。<laughs> 病院ただじゃないですね。<laughs> 薬もただじゃないし。うーん。 だから人生において絶対的に僕は勉強しないといけないのが、お金に対して勉強しないといけないと僕は思うんですよね。なぜなら本当に必要だから。僕は学校の勉強してこなかったけども、お金に対しての勉強はしてきたんで、まあそれは良かったんですよね。良かったというかまあ必要だと思ったから。うん、だって何で飯食っていくって話で。まあ、た、あ僕は運が良かったんですよ。運がいいだけです。あの、就職できなかった大した。だから自分でやるしかないって言うんだよね。 だ就職できる人はいいんじゃないですかね。その就職できたんだから、あの、もうそれであの、そこで飯食ってやればいいし、で、そこに不満があるんだったらやれ、勉強しようぜって話ですよ。僕は選択がなかったんで。うん。だってね、オートバックス面接行った時に、君よくこれでなんか、なんか面接しあの来たねみたいな。 あの、アルバイトでは無理だよっていう採用難しいけど。まあ、ちょっと厳しいこと言うけどみたいな。まあ、厳しいですね。だいぶ <laughs>。もう、社会の洗礼を受けましたからね。君はバイトでも採用が難しいっていう洗礼を受けましたから。そそんな僕でも、そんな僕でも、あの、今、羨ましい、いいなって思われるような生活はしてます。自由にやってますよ。それはただ、あの、申し訳ないけど、やっただけですよ。 うら、ん、やましいと思うんだったら僕、僕と久保さんぐらいやってみてくださいよ。少なくとも今もやってるし <laughs>。あのね、ただ寝てるだけでこうなったわけじゃないですからね、久保さんも。久保さんも、ね、今、隠居だ言うてますけど、なんか、まあ、動画撮ってるし、<laughs> あれなんですけど、寝てて隠居して、寝てて,て、ね、てていつの間にか隠居とかないですからね。まあ、それはなんか、お金持ちの家に生まれたら分かんないですけど。 資産がね、何千億あるみたいな家に生まれたらわかんないですけど。うんまあでも、希望があるとするならば、ちゃんと勉強して、ちゃんとやいっぱいやり込めば、まあ誰でも月収100万は僕は行くと思いますね。本当に。ただ、あの、年賞100億とか年賞1000億は誰がやってもいけるかっていうと難しいでしょう。ただ、月収100万に関しては僕は誰でも本当に行けると思います。やりまくったら、勉強して。 これはもう、僕はもう実体験ですし、うん、ま、いつも言いますけど、うーん、ま、この動画を見てる、ね、あなたよりバカだし、この動画を見てるあなたより、未だに感じかけないしね、一回セミナーやった時にね、あの人感じかけないよ。そう、広島でセミナーやった時だ。広島でセミナーやった時に、なんかその、あの人感じかけないよ、みたいなね、言われましたからね。で、言われてるけど、なんか僕はあの、先生やってるみたいな。 じゃあ、お前が、お前がせ、あの、先生やれよと、漢字書けるんだお前が先生やれよ、みたいな話なんだけども。<laughs> まぶっちゃけもう関係ないですね。もう、本当に、学校の勉強してなくても、関係なかったですね。うんたい、大した関係ないですよ。ただ、これがね、一般の社会で生きていくんだったら、それは通用しないですよ。だって僕し、通用しなかったですもん。就職ができなかったんで。 うん、ただ自分で稼いでいくってなった場合は別に漢字書けなくても別に問題ないですね。一人でやっていく上で。うん。ペンまあホワイトボードでね、書いたりしますけど別にホワイトボード書かなくても、久保さんホワイトボードで書く動画い一本もないですよ、今。昔はあったけど、今ホワイトボードでなんか抗議するような動画は 1, 1ミリもないですよ、今。ね、ヤマト君っ倒れてる動画の方が多いと思いますし <laughs> で。でも相当やってないじゃないですか、ホワイトボードでなんか喋るみたいな久保さんね。 うん、じゃあか漢字書くこと必要ですかっていう。<laughs> もはや漢字書かないですよね。絶対喋ってるだけですから。うん。だから日本語できればいいみたいなね。うん、はい。いってらっしゃい。